はい、どうも、ジーリーです。今回は配信しない日用のラジオ動画となります。で今回なんですけど、配信でね、ちょっと喋ってなかったっていうのと、まあ、ネタバレ防止とかいうのを含めてね、動画の方で話そうということで、まあ、新エヴァンゲリオンのお話です。サムネとタイトルにもある通り。まあ、簡単に何かという、結論から言うと、カオルくんって言動じゃねっていうお話ですね。まあ、これは、この話は、新エヴァンゲリオン劇場版の、ネタバレを含みますんでね。はい、皆さんご注意ください。で、まあ、このお話何かっていうと、ジールさんが、その、エヴァ好きのね、友達と話した時に、いや、そういえばさ、カオルくんの正体ってさ、ゲンドウでしょみたいな話してて、何それおもろって思って聞いて、で、あー、なるほどねってなったから、その話をね、少ししたいなと思って、動画撮っております。で、まあ、なんでカオルくん言動なんてね、突然意味のわかんないこと言ってるかっていうと、カオルくんって多分、言動ってこう、司令官である言動じゃなくて、多分父親としての言動、優しい性格の言動、っていうのを映したのがカオルくんなんじゃないかなっていう、説だね。まあ、理由としては、玄道が、ピアノが趣味っていう風に言ってたのに、ピアノを弾いてるシーンっていうのが作中一回もなかったんだよね。カオルくんっていうのはピアノを弾いてるんですよ。はい。で、カオルくんがね、シンジにめちゃめちゃ、シンジのことめちゃめちゃ好きだし、シンジくんにめちゃめちゃ優しいのよ。そう。なんであんな優しいんだろうねっていうのを考えてみたら、もし カオルくんが玄道と仮定した場合に、父親として息子に優しい、息子に愛情を注ぐっていうのは、わりかし普通のこととして考えられるんだよ。でそう考えた場合に、割と辻褄が合うっていうところ。まあ、他にもね、いろいろ似てるところもあるとは思ってるんだけど、名前が出てこない。結局カオルくんっていうのは話の最後のところで、カオルくんのエゴだったって言ったじゃない。そのシンジくんに幸せになってほしいっていうのは、カオルくんがシンジくんの幸せが幸せだから、シンジくんに幸せになってほしいっていうエゴだったんだよね。で、言動の行動原理も同じで、言動も行動原理はエゴだったんですよっていうところで、また共通点がある。で、カジさんから、なぎさ司令って言われてたじゃん。カジさんからなぎさ司令って言われてたんですよ。なんでなぎさ司令なのかっていうと、まあ、その言動とついっていうか言動だから、同じく司令という位置で、冬月とかにとっての司令が言動であっただけで、カオルくんと、カジさんが割と同じ考え側、まあ、ビレ側の考えだったから、カジさんは、司令と呼んでた。で、それが言動との、なんだろう、こう、重なっている部分でもあるっていう、解釈、考え方だね。あと、他のところで言うと、13号機 VS 初号機のね、戦うシーン、あそこで、13号機、まあ、言動が乗ってる13号機が、第三神道教師、の、なんかこう、ちょっとこう、をモデルにした謎な街みたいなところで戦ってたんだけど、あのシーンで、13号機が、片膝をこう、ついて、座って、シンジ君のことを、初号機のことを待ってたんだよね。あの座り方って、カオルくんのアニメ版でカオルくんが登場した時のシーンの座り方と一致するんだよ。一致するよね。確か同じ座り方だったと思うんだよ。で、そういうところでもちょっと匂わせてきてたのかなーっていうところですね。で、あと、シンジ君が確か9の時に、なんだったっけな。カオル君は、言動に似ている、父親に似ているみたいな。あ、ごめん、新エヴァンゲリオンの最後だったかもしれない。まあなんか、カオル君が、言動に父親に似ているっていう話をしてたんですよ。なんで、そういったところも、もう似ているというより、こう、もっと直接的な意味だったんじゃないかなっていうふうに解釈してます。
あとはね、一番最後の駅のシーンだね。駅のシーンで、あの、カオルくんが、まあ、シンジくんとマリのいるね、こう、なんていうの？駅の反対側に座ってるんだけど、あの、反対側に座ってるところ、あ、座ってるじゃない、立ってるところで、隣にいたのがレイなんだよね。そう、綾波レイです。レイとカオルくんが一緒にいる。で、レイっていうのは、イカリユイのね、シンジ君のお母さんの、で、ゲンドウの、お嫁さん、奥さんって言えばいいのかな？の、クローン、コピーなんだよね。だから、そこから、あの二人が、ゲンドウの、こう、父親としての部分であるカオルくんと、ユイの複製体、コピーである、レイが一緒にいるっていうのは、まあ、そこは、つまり、なんだろうね。最終的にやっぱ、ユイとゲンドウを表してる。っていうか、それと、同じような関係だよ、みたいなのを表してたんじゃないのかなっていうお話です。はい。まあ、割と、根拠に欠けるかもしれないし、多分、なんだろうね。エヴァ考察 YouTuber さんとかはもう多分こんな話をいくらでもしてると思うんだけどね。こういう思いをしてたのと、あの配信とかでも言ってなかったんでね、こんな感じに喋りました。まあ、あとちょっとね、ここはまだ、ここは完全にジールさんの考察でほぼ根拠ないところなんだけど、あの、ミサトさんとの対比にもなってるのかなっていう。あの、母親だけど、こう、母親として、あの、優しいところっていうのを息子に見せずに、あの、梶良二くんにね、見せずに、こう、ヴィレの、艦長として戦ってた美里さんっていうところと、同じように立ち回ってた言動で、ただそれと、あの、それとも対になる薫くん、シンジくんに対して、こう、優しい父親のような接し方、親の接し方をする、カオルくんってところで、まあ、そこも、対になってるっていう言い方はちょっとね、違う気もするんだけど、そこも似たような構図を作り上げてるのではないかな、みたいに愚行したりしましたっていうお話を最後に付け加えてね、こんな感じでお話を終わらせようかと思います。背景がね、ウマ娘でね、非常に気になった方もいるかもしれないんですけど、最近長距離とね、サシにハマってて、まあ楽しんでるんですけど、やっぱたまにね、爆心鏡をやるとね、あの、たまらないんで、はい、動画の、なんだろうね、裏の部分をね、あの、爆心鏡にしております。モンハンとかにしてもよかったんだけどね、モンハンとかの動画にしちゃうと、なんか、こう、画面がうるさいんだよ。モンハンの画面ってすげえ後ろがうるさいからね。ウマ娘といった感じになりました。はい、ということでね、最後にね、広告をつけるための尺稼ぎトークを挟みつつ、今回の動画は終わっていこうと思います。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。